大丈夫、失礼します、はい、失礼します、じゃあ書いてください、アートですね、それとですね、上の方ですね、数字をしていきます、実際がですね、真ん中2本ですね、かぶせ物、金属のね、かぶせ物が装着されています。3番目、かなり大きくね、刃という形で血が出てますので、ちょっとこの刃に関してはね、抜歯を行った上で、奥の4番目から反対の3番目までですね、しっかり綺麗な歯並びを作りしていきたいと思います。はい、噛んでください。はい、で実前の状態ですね、こちらですね。はい、まずですね、一番特徴的なもの、この3番目刃ですね、非常に刃の位置のズレが大きいです。ここまでね、位置のズレが大きいと抜歯をしないとダメになりますので、この歯をちょっと抜歯をしていきます。抜歯をして奥の4番目とつなげるブリッジという形ですね。で、2番目に関しても内側にかなり入ってますが、まあ、それはしっかり歯茎のラインとともにですね、ラインの修正とともに前に出して並べていきます。で、真ん中2本の金属を使ったかぶせ物をしっかり金属を除去してですね、反対の3番目からブリッジの部分、それが4番目まで合わせて計7本ですね、7本の施術を行っていきたいと思います。はい、スラネック装着してます、失礼します、はい、入れてください。はい、上の歯ですね、スラネック装着してます。実際ですね、かなり大きくね、上にずれた刃の、部分があったんですが、そちらちょっと抜歯をね、させていただいて、この部分ブリッジの形態ですね。で、真ん中2本はですね、金属を使ってね、かぶせ物が装着されてましたが、その部分もしっかり、ジルコニアを使ってね、白い歯を装着して、上の歯ですね、歯並びきれいに整えさせていただいてます。噛んでください。はい、術後がこちらですね。はい、刃はね、抜歯を行ってブリッジにしてますので、歯茎の高さ、大きくずれた刃はですね、しっかり綺麗なラインに並んでます。で、真ん中の2本はですね、若干歯茎の高さの差がありますけども、この部分に関してはですね、どうしても元々の、かぶせ物のラインというのがありましたので、そこの補正までなかなか難しいんですが、唇で隠れた状態、ね、で見ていただきますと、上の歯茎のラインというのも綺麗に隠れますので、いわゆる笑った時の印象、まあ、術前なんですね、刃だった、この状態から術後ですね、かなり印象としてはガラッと変わった口元を作らせていただくことができました。